本当にこのドカンドカンって別に打ち合わせはしてないわけですよね。ただ前藤娘が終わった瞬間にもう三四郎さんがそこに入っていてドンカンドンカンと始めるわけですね。すごい素晴らしいですね、そういう感じがね。改めまして、おはようございます、こんにちは、皆様ようこそお集まりいただきました、ありがとうございます。長岡の会でございます。8月の8日、8月も8月に入ったところだなと思いました。もう1週間と1日経ってしまいました。ちょうど先週の今日が1日だったのかな、だったと思いますね。7を出せばいいんですからね。先週の今日が1日でございました。先週の今日から今週に入りまして、今月に入りまして、先週の今日は、先週でございまして、今週になりまして、日曜日から始まって、日曜日から始まる今週という人もいれば、月曜日から始まる今週という人もいるかもしれませんが、と言いますと、先週は2日のあった人もいるわけで、土日と2日って考える人もいるかもしれないし、1日と考える。8月の8日でございます。8月に入りましたなと思ったら、とにかく何が言いたいかと言いますと、もう1週間経ってしまったということです。もうちょっと客席少しクーラーを下げてみましょうかね。一瞬だけ下げてみましょうね。今ね、このクーラーが大変なんでございます。結局前の人が寒いんですね、で後ろが暑いんですね。途中で入れ替えますからそう思っちゃないです。本当にいろいろ注意しながら、とにかくあの緊張感を落ちながら、お手伝いの方たちが、スタッフの人たちが、スタッフというほどのことでもないですが、お手伝いたちが頑張っていただいているということでございますが、そういうことで、なんと長岡の会も皆様の知らない間に10回目を迎えることになりまして、もちろん全部いらっしゃってる方も、ほとんどの方が全部いらっしゃっていただいているんだと思いますけれども、ね、全員が目をそらしましたね、今ね。こんなにそらされると思いませんでした。10回目になりまして、藤娘、今聞いてみましたね。びっくりしちゃった、半田彩子ちゃんにしちゃう大きいなと思いました。半田彩子さんのお母様に今日聞いてみたり、びっくりしまして、声は一緒でございますね。声は一緒ですが容姿が違うというのは素晴らしい。半田、もうお帰りになってね、半田正恵先生に来ていただきまして、非常に気さくな方でございまして、親しくさせていただいて、藤娘を歌って、藤娘というのはとにかく知らない人はポピュラー中のポピュラーでございます。本当にこれこそ長唄の3つの3つ長唄を挙げろしたら藤娘出てきますよ。一番最初が東條寺、勧進帳、吉原雀、入ってこないな。入ってこないですけど、まあ5つ6つ挙げれば出てくるわけです。とにかく有名な曲で、長唄として有名ではなくてね、所作事といいますか、日本語はいつも補正さんが書いてくださいます。こんな感じで読んでみました。今日とにかく藤娘、次は傾城となります。これはね、結局声の歌2曲ですね。藤娘と藤の妖精なんですけど、恋でございます。藤娘面白いな、これ最後の方、松を植えるなら有馬の里に植えなさいな、だって有馬なら夫婦松が長生きするみたいに、私とはあなたの約束もずっと変わらないわよ。妻をつまんでちょこちょこ歩けば足に裾も絡みついて、夫婦絡みついてまだ足りないよ。よいから早寝したんじゃない、それでもまだ足りないんだバカ野郎ってね。そういう歌詞でございましてね、藤娘かわいいですね。かわいいですよね。そういう藤娘で、次に聴いていただくのは傾城でございます。傾城は城が傾くと書きますがね、城が傾くというのは要は花魁のことでございまして、スーパー花魁ですね。なんていうんですか、要はその辺のではないですね。もうなんていうんですかね、もうとにかく会えない人ですね。傾城ですね。この傾城の歌詞も本当に面白いですね。あなたのちらりと姿が見えた気がした、渡り鳥じゃあるまいし店先まで来て上がらないってどういうこと。思いが乗せれて言葉にならず、つい胸ぐらいにすがりつき、今何時だと思ってんのよ、こんなに待たせて、どこの歌と何してきやがったの、このスケベ、お、やってんの、それでサービス、それともお酒、いや、まだ健康やめようぜ、お姉さん、店先じゃまずいですよ、ね、髪袋がめくませてね、本当に面白い。本当にね、この歌詞、この解釈読んでからに、これバカらしいですよ。でもそういうこと、それが何とも言えなく、なんていうかな、そういう情緒が、情緒というんですか、なんか面白いなと思うわけでございまして、大好きな曲でして、島の瀬、今の藤娘も本当に踊りの時でしかやりませんし、素の演奏でやるってことは多分聞いたことないと思う。僕も聞いたことありません。弾いたこともありません。今日初めて弾いたわけでございまして、
これでまあお林さんが入ると非常にまあまた違う感じになるんでしょうけれども、この巣の演奏で聴くことはまあほとんどないと思います。もう今日しか聴けません、ね、もう聞かないですよ。愚痴娘って名前がしてるのに聴けませんからね、今日来てよかったな、ね、3500円ですよ。3200円が今来てますよ。しないわけで、あと300円ちょこちょこって言いますよね。次の形成、形成もこれもあのお歌の出し物でございまして、お三味線の人はあまりやらないんですけども、大好きな曲で、あの、うん、何が何というわけではないんですが、非常に弾いてて気持ちがいい、感じでございます。うち娘もあまりお稽古で、あのお弟子さんのお稽古、僕は好きでお弟子さんのお稽古しますけど、あんまり、しない感じかもしれませんね、それで次が形成が、その次が島の潜在ですね、島の千歳というんだったかで、島の潜在でございます、島の俺札幌空港のとこかなみたいな、札幌空港から島の千歳かな、でかいなっていう、そちらなんですね、島の潜在ということです。これは難しいです、解釈の仕様があるんで、またあのホームページを見ていただければいいと思います。要はこれはもう小鼓がないといけない、小鼓、卓球みたいないですよ、小鼓の方ね、ポンっていうのね、小鼓がないとできないね、これもう小鼓がなくて三味線だけでボケーっとするんですよ、一中二って待ってるしかないですから、だから小鼓、要は小鼓と三味線との掛け合いになるわけです。これがね、まあ、いわばここに宇田川三四郎さん来て、俺が座って、ここに穂積さんが来て、それでこの真ん中に高根さんが座る。高根さんっていうのは小鼓ね、高根さんが小鼓じゃないんだ、高根さんが小鼓を打つ人打つお姉さんがここに座るわけね。これはまあ面白いですね、この邦楽の演奏形態って。だってさ、ここの人はさ、僕のことは見えないわけじゃない、でお客さんしか見えないわけじゃない、僕のことが見えないのに僕と合わせなきゃいけないんですよね。別に彼女でもないのにそこは問題ない、難しいですよ。本当にお林さんって難しいなと思うんです。だって後ろでさ、バチを上げてる感じだと分かんないなんね、まあ、この子目が大きいんですからね、見えるかなってそんなに出る前にいじってどうするんだったらそういうわけじゃなくて、でも分かんないんです。これがね面白いです。だって向き合えばいいじゃないって、四重奏みたいにさ、みんなこう向き合うとかなんとかして、車座になってやればいいじゃんね。でもそうじゃない、これがもう日本の演奏形態の面白いところです。僕と三味線だってこうやって並んで弾いてって弾きづらいこといっぱいあるわけですよね。だって見えないから、こっちの人ここね、うん、だからこう少しこう弾んだらね、みんなで見えるからそうもいかないんでね、それが面白いところです。その息の合い方です、つまり息で合わせるです。はっって呼んでないですよ、そのんっていうね、はっていうな、はっていうね、それでこう合わせていくわけで、これはまあ面白いので、特にこれ近いですからね、この大舞台だとごまかしてきますからね、これ近いところってポンとドンが合わないと外れたなこいつら仲悪いなっていうのは、ね、バレてしまいますんで、なるべく気をつけながらやるわけでございます。そういうのは面白いわけです。やってて三味線を弾いててとても面白いところでございます。それであの三味線のないところも鼓で歌わなきゃいけないと思います。いろいろ決まっても適当に歌うわけではございます。興奮になったら興奮に出てくると、この歌が入ってくるとこういう鼓が入るとか、というのが決まっておりまして、それで、まあ、なかなかこうスッと聴いてしまいますが、その辺を感じながら聴くとね、面白いな、よくやってるなこの人たちと思いますからね、そういう風になります。これから形成と、島の潜在を2曲同時にはお送りしませんが、その順番にね、幕が閉まって形成演奏して、幕が閉まって島の潜在を、うわらって叩かせね、島の潜在を演奏して、もういっぺんに同時にやってるのか今度ね、なんですけど、昔は同時にやったんですね、幼い会ってね、その、あの、幼い会ってあるでしょ、素人さんたちが、あの、お弟子さんというの発表会ね、いろんなところでこう、いっぺんにこう、やったんですよね。それで、あの、まあ、そういうふうに話を聞いたことがあるんですけど、まあ、そういうんじゃなくて、まあ、演奏とか、形成やって、幕閉まって、人が変わって、島の潜在やって、それが終わりますと休憩になりますから、休憩の途中からまた出てきて、こうやって喋りますから、喋ってないと休憩すると結構、最後につらい方やっておしまいになりますので、大体、あの、今2時から始まりましたので、明け方の1時には皆さんお会いします。よろしくお願いします。それでは、形成、島の潜在、お送りいたします。よろしくお願いします。